皆さんお元気ですか？新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス様あなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今日もこの番組を通して皆様にメッセージをお話しできることを嬉しく思います。今日のメッセージは、イエス様が弟子たちを訓練されたように私たちも訓練してくださるという内容。題はイエス様の嵐の湖での訓練という題でお話をいたします。イエス様はもう間もなく再臨されると思われますよね。世の終わりの、イエス様の再臨やその前の景挙の前兆として、まず一つ目世界大戦、二つ目飢餓、三つ目は地震が起こる挙げられています。今年の初めには令和6年能登半島地震が起こり、今も大変な避難状態の中にあります。今いつ世の終わりが来てもおかしくないような状態に置かれています。私たちは今こそ訓練を受けて、この最後の時代に神様に用いられる人にさせていただきたいですね。それでは今日のメッセージに入っていきます。1番目、イエス様の弟子たちの訓練ということで、22節マタイ 14-22、 それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。イエス様は疲れ切った働きで疲労困憊している弟子たちを群衆から離れさせるために船に乗り込ませました。そしてイエス様は一人山に退かれます。24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。最初から向かい風ではなかったはずです。そうだったらね、船を漕ぎ出すことはなかったからです。何キロも進んだ時に逆風が吹いてきた。船は波に悩まされたっていうんですね。船と共にそこに乗っている弟子たちも悩んだろうと思います。ただでさえ疲れていたんですね。この悩みという原文のギリシャ語は、動揺するとか葛藤するとか、あるいは痛むという意味があります。文字通り船が思い通りに進んでくれないので、動揺し葛藤し痛んでいただろうと、そう思います。続いて25節、すると夜中の3時ごろイエスは湖の上を歩いて彼のところに行かれた。夜中の3時です。真夜中です。もう少なくとも6時間戦っているんですね。しかし神の助けがないように思われる時にも、神はちゃんと共におられ見守っていてくださるんです。心配は恐れはいりません。マルコの福音書を見るとですね、マルコ 6-48、 イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。通り過ぎようとしてたけど、でもそれは近くにいたってことですよね。私たちはいつも力ある神が共にいます。旧約聖書の時代を見ると、さまざまな水に関する奇跡が起こっています。モーセは紅海を2つに割りました。ヨシアはヨルダン川を2つに割ってそこを渡る。エリアは雨が降らない時にその干からびた地に祈りによって雨を降らせました。エリシャはナーマン将軍の雷病をヨルダン川の水で癒しました。でもイエス様はこれらの奇跡よりはるかにすごい奇跡を行われた。つまりですね、水の上を歩く、旧約聖書のそれらの人物よりイエス様は偉大なお方であるってことを見せています。つまり自然界を支配しておられる方だ。続いて26節から27節、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかし
イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。まあ、湖の上を歩いてくるその人物、いや幽霊だ、まあ真夜中のガリラヤ湖ですから月明かり以外ない、真っ暗な中でね、幽霊と見えても仕方がないと思います。でもそこに声がした、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。嵐の中で声が聞こえたんですね。そばにイエス様がおられたってことだろうと思います。私だ、私は神だ、そう言わんばかりです。皆さん、あなたの人生がもし今嵐の中にあっても、イエス様は私だ、大丈夫だよって言ってくださることを忘れないでください。二つ目、ペテロへの訓練。28節、するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。ペテロはイエス様が幽霊ではない、分かったんで、ここまで来てくださいと言ってくださいと。まあつまりですね、イエス様のところに行きたかったんです。もう6時間戦って疲れていた。あの5000人の給食の奇跡、イエス様ならね、あの奇跡を行われた、私たちを助けてくれるに違いない。人の信仰っていうのは育っていくんですね。イエス様にはできるんだ。やがて弟子たちもイエス様が言われたように、イエス様より大きな技、全世界に向かってその働きを進めていった。信仰は、また人は成長するってことをここで学ぶことができます。次に29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。来なさいって言われた言葉はね、光あれって言われた言葉と同じ神様の言葉です。イエス様が来なさいって言ってくれたら必ず行けるんですね。30節、ところが風を見て怖くなり沈めかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。まあ、信仰っていうのは3次元の領域と違います。まあ、3次元では嵐がやってきている、波が見える。でも信仰っていうのはそれを超えて、大丈夫だ、来なさい。でも沈みそうになってしまった、それはペテロが波を見たからです。でも助けてください、そう言ったらイエス様はすぐに助けてくださいました。もう緊急でしたからね、すぐに助けてください、はい、助けてくれた。その後叱ったんですね。まあ、かつてね、同じようにガリラヤ湖で嵐に巻き込まれた時にはまず不信仰を叱ってから嵐を沈めたんですけど、この場合は緊急だったからすぐ助けてくれた。3つ目、嵐の訓練を受けた結果、32節、そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。ペテロはイエス様に支えられながら船に乗り込んだ。その途端嵐は止んだ。6時間のその戦いが終わった。ヨハネによる福音書を見ると、それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的地に着いた。ヨハネ 6-21 書かれています。ほどなく、すぐにって意味です。しかしすぐについても人の信仰というのは少しずつです。あなたも急がないで、イエス様が弟子たちを育てたように私たちをも育ててくださるということを覚えたいと思いますね。主は愛する者を叱ったり、愛する者を訓練される。ヘブル人の手紙12章6節から見てみます。訓練は神の愛です。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が
誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。皆さん、あなたが本当の子であるなら必ず訓練がある。あの十二弟子たちが十二使徒になって全世界に使わされていったように、私たちも成長させていただきたいと思いますね。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。このメッセージを聞かれたお一人お一人の皆さんがイエス様の愛の中で育てられ、それは訓練、それが試練であったり、思い通りにいかないことがあるかもしれない。でもそれが愛のお父さんの訓練でありますので、その愛を一人一人が受け止めながら成長していけますように助けてください。恐れないでイエス様を信頼できますように、イエス様の御名でお祈りいたします。アメン。またお会いいたしましょう。さよなら。